8月10日の星座別運勢ランキング。第1位サソリ座、深淵からの力強い躍動。深い闇の中に秘められた力が目覚める。困難を乗り越え逆境を切り開く強さを持つ。ラッキーアイテム、黒いレザージャケット。強さとカリスマ性を象徴するアイテム。第2位双子座、知識の宝庫、無限の可能性。知識の幅広さが運命を切り開く鍵となる。自分の能力に気づき新たな可能性を探求するとき。ラッキーアイテム、ノートパソコン。情報を収集しアイデアを形にするための必需品。第3位ヤギ座、堅実な努力、頂点への道。地道な努力の結晶が大きな成果を生む。目標に向かって着実に歩み続けるとき。ラッキーアイテム、ビジネスバッグ。仕事や勉強に必要な道具を一つにまとめる。第4位獅子座、輝く存在感、自信の光。自分の存在が周囲に輝きを与える。自信を持ち自分の魅力を発揮するとき。ラッキーアイテム、ゴールドのアクセサリー。輝きを放つアクセサリーで自信を高める。第5位牡牛座、豊かさと安定、実りのとき。豊かな実りが訪れ安定感を得る。自分の努力が実を結び幸福感に包まれる。ラッキーアイテム、緑の植物。自然の力を取り入れて心を安定させる。第6位水瓶座、革新と変化、未来への一歩。新たなアイデアや発見が未来を切り開く。固定観念を捨て柔軟な発想で進化するとき。ラッキーアイテム、フライングディスク。自由な発想を促し新しいアイデアを生む。第7位お羊座、情熱の炎、自己主張のとき。自分の意思をしっかりと示す時期。情熱を持って行動し自己主張をする子がと大切。ラッキーアイテム、レッドリップスティック。自己表現を強調し自信を高めるためのアイテム。第8位天秤座、バランスの取れた選択、調和の時。バランスを持ちながら選択をすることが重要。調和を持たせた人間関係を築く時期。ラッキーアイテム、シンメトリーアートの絵画。バランスと調和を感じさせるアート作品。第9位カニ座、感受性の開花、自己愛の発展。感情や直感を大切にし自己を愛するとき。自分自身との対話を深め内なる声に耳を傾ける。ラッキーアイテム、香りの良いキャンドル。リラックスし感受性を高めるためのアイテム。第10位乙女座、完璧主義からの解放、自由の舞台。完璧を求めることから解放される時期。自分自身を受け入れ自由に行動することが大切。ラッキーアイテム、スケッチブック。創造性を引き出し自由な発想をするための道具。第11くらい手座、内なる革命、新たな可能性。内側からの変化が起こり新たな可能性が広がる。自己の限界を超え成長するための時期。ラッキーアイテム、マインドフルネスの本。内省を深め自己成長を促すための読み物。第12位魚座、直感の導き、夢の世界への旅。直感を信じ夢や潜在能力を追求する時期。自己の直感を磨き自分自身を信じることが大切。ラッキーアイテム、夢日記帳。夢の記録をすることで直感を高めるためのアイテム。